古いこれ病院なんですけどね、その入院患者が入院患者を刺し殺したって事件があったそうですよ。嫌な話だなということで、そう大騒ぎしないようにして、まあ、事件にはなったけども、そのままみんな忘れてたっていうより、忘れるようにしていたんでしょうね。ところが、それから月日が流れて、また突然そういう事件が起きちゃった。というのは、患者さんのところを看護師さんが行って様子を見てたと、突然すごい気になって、キャーキャーって悲鳴がして、ザーッと入ってた。手に果物ナイフを持った女が、すごい形相でもって、ぶち殺してやる、ぶち殺してやるって言いながら振り回してる。ちょっと危ない、やめなさい、やめなさいって言うんだけど、振り回してる。もう目はとてもじゃないけれど、狂気でもって普通ではない状況だった。何やったかしないと暴れまった。で、片隅のベッドにいたお年寄りをズバッ刺した。刺されたお年寄りは苦しいもんだから、そのままベッドから抜け出してずーっとずっていくのを追っかけてって上から刺した。慌ててみんなで持って取り押さえた。まあその方は一命は取り留めたんですよ。それで、捕まえてみると、ぶち殺してやる、ぶち殺してやる。何があったんですか、何で刺したんだ言われてると本人わからない。ただ、毎日毎日、自分の耳元でもって、ぶち殺せ、ぶち殺せって言われてる。だから私は殺したんだ。殺してやる、殺してやるって言ってんだそうですよ。その時にその看護師さん気がついた。というのは、以前にあった、その、患者さんが患者さんを刺したっていう事件。で、今回の事件、加害者になった人間が、二人とも同じ部屋だったってことなんですよ。なぜあそこの部屋にいる患者がそういうことをするんだろうなと、こう思ったってことですよ。これは偶然なのかもしれない。でも不思議に思ってたってことですよ。まあ、そんな時に夜勤があったんで、まあ部屋回って歩きますよね。それでたまたまその、要するに人を刺した患者のいたその部屋の前を通った。もちろん他の患者も入りますよ、そこへは。病院ですからね。空ってことないですから。で、気にはなっていたんだけど、聞くとはなく、こう耳をそば立てながらずっとそば取ると、中でブツ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 言ってる人がいる。ん？どうしたんだろうなと思って、ひょいっとこう覗いてみたんですよ。そのベッドの上に、しょこなーんって座った女が、なんか知らないけど、ブツ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 言ってる。入ってて、どうしました？声かけると、ぶち殺してやる。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 と。何を言ってんですか？ぶち殺してやる。何を言ってるんですか？あ、看護師さんですか？どうしたの？いや、おかしいんです。毎晩毎晩寝てると、誰かが言うんです。何を言うんですか？ぶち殺せ、ぶち殺せって言うんです。誰を？いや、わかりませんけど。毎晩毎晩言うんです。誰が言ってるの？どこで言ってるの？そんなこと。看護師さん寝てみればわかりますよ。ベッドに寝ると聞こえてくるんです。本当に？本当です。で、彼女はそのベッドに乗って横になったんです。そうすると、と音がして、確かに、聞きようによっては、ぶち殺せー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 って聞こえたってんですよ。え？ベッドを歩いて下を見てみると、そこには暖房の、風が出てくる、口が開いてるって言うんですよ。でもそれは遠い昔、遥か昔に使われたもんで、今は使われてないんですよ。今別の暖房ですから。ところがその昔の暖房の風が出てくる口っていうのが、今でもその残ってる。それちょうどベッドの下にある。そこに耳を近づけると、ぶち殺せ、ぶち殺せ、ぶち殺せ。そうか。患者が横になって寝てると、毎晩毎晩毎晩、これが聞こえてくるんだ。要するに、患者は暗示をかけられてしまうんだと思ったんですよ。で、すぐに他の看護師さんを呼んで、悪いけどこの患者さん預かってくれないかと。ちょっと危ない感じもするから、頼むよってことで預けた。それで、府庁さんのとこ行ってね、あそこに暖房の口がありますけど、あれはどこでそのモーターが回るんですかって言ったら、いや、モーター回ってないわよ。ずっと昔は使われたらしいけど。で、口は残ってますよねって、残ってる。だけど、多分そのモーターならば、この地下の、機械室があって、そこに元があるんじゃないかしらね。もっとも誰もあそこ行ってはしないんだけど。でももう、モーターが回ってるわけがない。でもおかしいんです。あれ、モーター回って聞こえるんですけど。って言ったら、バカにそんなことあるわけないじゃないって笑っちゃった。じゃあ自分で行ってみようと思って。行ってみた。地下へ降りて行ったら、全然違うってんですよ。状況が。長いこと使われないから、埃だらけ。おまけに、その通路、埃だらけの通路には、人体模型やらなきゃ全部置いてあった。でーっと。わけのわかんない金庫置いてあった。あれ？と思ったら、日本なんとか帝国なんて書いてあるんですよ。
待てよ、これ。これもしかすると旧日本軍のもんじゃないかなと。旧日本軍の医療部隊か何かのものが置いたんだぞ、そのまんま。埃かぶって。瞬間ゾクーッと寒くなってたんですよ。じゃあここで何か行われたのかなと思って。だん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 近づいてった。モーターの部屋らしいのが向こうに見えてきたんですね。ドアの前まで行った。ウィーンってなってるって言うんですよ。だって今は使われてないんですよ。電気も来てないんですよ。なのに、ウィーンって待ってたって、嘘だ、こんなバカなことないやと思ってドア、って。中に、ピシッピシッって火花を出しながら、モーターが回ってるって言うんですよ。嘘、古いモーターが真っ暗闇で回ってるんだって。ウィーン。黙って立ってると、それが、ぶち殺せー、ぶち殺せー、ぶち殺せー、ウィーン、ぶち殺せー、ぶち殺せー。その部屋はね、実際に何人もの人が死んでった部屋だそうですよ。恨みを持った連中が、モーターに取り付いたのかどうか知らないけれども、冬場寒くなってくると、使ってない暖房機がぐるぐる回って、ぶち殺せー、ぶち殺せー、言ってるんですよね。殺しの主犯は古い日本軍のモーターだったんですよ。割と最近の話なんですよ。私、ブレーンがいましてね、仕事とは全く関係なくそういう研究してるんです。本当は怪談話より他の部分のことを研究してるんですが、それに付随してどうしても怪談が入ってきてしまうんですがね。で、それは作家だったり、本を書く方の作家だったり、それから芸能方面の仕事の人もいるし、まあライターがいるんですけども、どうしても下になってしまうんですね。あと研究会、映画研究会の友達なんているんですが、このライターがね、体験してしまったんですよ。仕事が終わって、もう土地もほとんど分かってませんよ。何しろ帰らなきゃならないって言うんで、この二人でもってね、男二人、どっかのコンビニでもって、握り飯だとか、それからカップ麺買ったりなんかして、乗り込んだと車に。それで、ダーッと走ってた。早く帰りたいから。で、そのうちに車が川に沿った、防波堤のような堤防のやつがありますわね。その上を走る車。ちょうどなんていうかな、下に川を見下ろすような状況ですよね。土手の上走ってるわけですよ、車が。たーっと。時間を見るとかなり遅い時間で、周りに全然車がいなかった。まあ確かにそこはかなりね、田舎なもんですから、もうそんな時間に起きてる人もいないでしょうし、車が走るわけもないんですが、何しろ、自分でだけだった。たーほんで、握り飯かじんながら、ラジオのスイッチ入れたの。はじめのうちはなんだかこう、デコデコしてたんですが、どうにか音が聞こえてきたんだ。あ、聞こえるなと思ったら、シャーっていう、あれで、ピー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 始めたんで、うるさいから来ちゃったって言うんですよ。長い川でそういう道がずーっと繋がってますから、その同じような景色でこうずーっと眺めながら、片っ端ハンドル握って片っ端ボーっとして、多少眠いから打ってたら打ち出したの。そしたら、シヤっていう音が入ったって言うんですよ。ラジオに。切ったはずのラジオに。シヤって入ったって。ん？で、なんか、パッと切れたの。おい、もうラジオついたな、今。なんだ、スイッチ入れてないけど。そしたら、キーッと来るから、おいおい、ここ危ねえなぁ。カーブ結構あるぞ、こっち。って、だから、カーブを切って、また切って、閉じたの。ほんで、おい、頼むよ、お前。って言いながら、ふーっと前方見たの。そしたら、その川沿いの自分が行く道の前方の土手がこう、ちょっと見えたんですね。何か動いてるの。おい、なんかあそこ動いてねえか、おい。なんだあれ、なんだ車がどんどん近づいてた。ハンドル持ってるから気がつかない。何があって。なんか動いてる。え？近いた時に片っぽがびっくりしたの。夜の遅い時間、その川の土手のところに、何人もの幼稚園児ぐらいの子供が草むしりをしてる。おい、こんな時間にお前幼稚園児が草むしりするかって聞いたら、そんなもんするわけないじゃないかって。だってお前そこでしてるぞって言ったの。してないよ。引率の先生はっていないよ。でもおかしいのは、子供だったら声ぐらいすらさないのに誰も声を出してないし。何も言わない。ただ黙々と草をむしってる子供たちが。なんだこの子らと思ったの。おい、こう気持ち悪いから行こうや。こんな時間に草むしってる子供いるのおかしいから行こうや。ほら、あーって、うーっとしてた時に、ハンドルにいた彼が、おいおいって指さしたそうですよ。前方、斜め前方。これから行く道である、その先に、道から避けるようにしてなんかポンと止まってるん。ん？見るとどうやらそれちっちゃいバスのようなものなの。バスかと思って。ライトにポーッと浮かび上がったり見たらば、タイヤが抜けたボロッボロの、送迎用の幼稚園のバスだったの。うわーおい、これお前事故のバスじゃん、うわー、やだなー、
じゃあ今のお前子供たちって、それかなって言ったら、よせよせよせよ、ブワーッと飛ばした。でも、見ようなしに、道路の脇にあるバスですから、こっちはすれ違いの方で通ってくるわけですよ。ブーッとった。ハンドル持ってるから前ばっか見てる。お前って、今幼稚園児を見つけた彼が、お前嫌だなーって見たの。見るとはなく。ふーっと、もうボロボロ、相当昔のバスなんでしょうね、ボロボロになって。ふーっとった。ウィンドウ越しに向こうのウィンドウ見えるわけですよ。いくつか笑ってましたけどね。ふーっと見たの。バスを通り過ぎる瞬間、ちょうど向こうのバスの助手席、ふっと見た。ふーっとどれたの。そのまま目つぶっちゃった。お前何見たん？今な、助手席のガラスにな、血だらけの女がべったり張り付いて、俺呼んだん。後で分かったんです。10年ぐらい前に、そこで確かに事故があったそうです。それで幼稚園児が2人ぐらいかな、それと女の先生が亡くなってるんですね。でもバスそのままなんですよね。このね、話は私ね、違う意味で好きなんですよ。というのは、怖いと言っていいのか、なんつっていいのかな。ただ、こう白い世界が浮かぶんですよね。これを話してくれたのは、テレビ局の衣装さんなんですよ。まだ、40ならないぐらいの人なんですが、私が番組終わってきましたらね、ジェンちゃんって呼ぶの。何よって言ったんです。ただ、これさ、話したいんだけどさ、俺、おじさんの体験なんだっての。何言った怖い話って。そう。衣装さんって結構話してますからね。で、じゃあってんで、スタジオの端っこのところのセットもあったんで、そこ座って話聞いたんですよ。みんな出ちゃいましてね。二人だけになって。これは、俺のね、じゅんちゃん、おじさんが若い時に経験した話だよって言うんですよ。おじさん学生時代にあっちこっち旅するの好きだったそうですよ。大きい陸車ちゃんね。一人で行くんだそうです。で、その頃、ブームのように、その北海道へ来ませんか、北海道のその広い大地でもって働きませんかってのが入ってて、随分若い人は行ったんです。おじさんも、その、みんなに習ってっていうかな、北海道へ行って、牧場で働いたらしい。2ヶ月くらいね。で、向こうで、やはりその土地の可愛い女の子と知り合いになって、まあ少なからず、その子に対する恋は持ってたらしいんだな。やがて東京へ帰って、就職がありますわね。それでやがて会社へ入る。会社あるとすぐには時間がないんですよ。で、こう2、3年って月日が流れちゃった。その時たまたま自分の仲のいい友達と偶然出くわしちゃって、飲み行きながら、おい、俺たちもちょっとしばらく遊び行ってないから、今度は時間取って学生時代みたいに二人で旅でもしようかって話が盛り上がっちゃった。じゃあどこに行こうか。だったら、俺あるんだけど。実は昔、俺は北海道へ行って働いたことあるんだけど、そこに思いがあるんだ。で、そこに女の子がいてとっても可愛い子だけど、まだ嫁には行ってないと思うんだけど、俺結構その子好きでね。おじさんはそのやっぱり北海道というその土地で、やっぱり気分も多少ロマンチックになったんですよね。その子にまた戻ってきて一緒になろうねみたいなこと言ったらしいんだな。うん。全然悪気はないんだけども。だからそういう思いのある子だからだったら、それだったらそこでいいじゃないか。北海道もちょうどいいし行こうか。話になった。やがて二人がその、あてもなくたらその土地へ向かって旅行しちゃった。荷物取って学生時代のように。で、おい、こっからだよ、こっから前この牧場なんだよ。広い大地があって、緩やかな丘があって、柵がいくつかあって、それぞれに牛がこう分けられてて、で、その番小屋っていうのかながあったの。おかしいね、さっきから歩いてるけど、人に全然合わないねって。いや、普通はね、こう放牧してても人はね、大変な要所にいるんだけど、いねえな。で、だいぶ行ったんだけど、まだ人がいない。北海道って広いな、お前、これだけ歩いてんのに、お前、全然人合わねえぞ、って言うんで。でも普通は合うんだけどなーって言ってるうちに、サイロだとか建物が見えたんで、おー、あれだよね、あそこでもっと俺、働いたんだって、もう変わってないなー、昔のまんまだよ。それで、その丘の上の方ずーっと歩いて、それを越して、そのサイロの見える家まで行ってた。こんにちはー、ごめんくださーいって、こんにちはー。何の返事もない。で、ガラガラガラって戸開けて中に置いたら、仕事してる、その後はあるんだけど、人が一人もいない。なんだお前、人誰もいないなー。で、そう出てキルキルしてると、遠くの方から、バタ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 って、このエンジン音が聞こえたんだよ。あーと思ってみると、軽トラックがこっちへ向かって走ってくる。ああ、来た来た来た、誰か来た。で、待つと。で、やがてその車が、ってキュッと止まったの。で、こんにちはーって言ったら降りてた人が、あ、どうもーって。ああ、
本人は覚えてますよね。覚えてますか、ここでアルバイトしたことあるって言ったら、あんた俺覚えてるよって。はあ、これも縁ってもんかな、あんたな。いや、不思議なことあるもんだなって言うのそうですよ。だからこっちからしてみると、その人が黒い服着てるんで、ね。それでなんかネクタイもなんか黒いようなやってんで、よっぽど不思議だったの。牧場で働く人がね。権限つの顔してると、いやほら、あんたと仲良かった可愛い子いたろって言って、うんって。名前言ったんで、ああ、覚えてる覚えてるって。なんかって言ったら、いや、実は、あの子亡くなってなって言ったんで、え？亡くなったんで、昨日葬式があって、今みんなで墓行ってきたんだよって。じゃあ、あんた、やっぱりこう懐かしくて、呼んだのかねって言ったのそうです。おじさん少なからと、そのコロナ禍でもって、祖母に対して気持ちがあったもんだから、なんともいない気持ちになっちゃった。友達もそうさせたんですね。考えたら結構好きだったんです、その子のこと。その人は。若いからいい加減にされたけど、本当は好きだったの。そのうちみんながだんだん帰ってきて、話が盛り上がって、懐かしい昔話になって、そうか、そういうんだったらあんた、今日街行って泊まんないで、これ泊まってっちゃってくれよと。で、明日墓でもお守りしてってくれよって。おじさんもできればそうさせてくださいってことで。で、その日はなんとなくみんなで寝ることもなく、ああだこうだ言いながら、この火炊いてね、そこでもって酒飲んで喋ってたの。でも、そろそろもう寝る時間に過ごないと明日仕事があるからなって、そうですね。じゃあ部屋帰りましょうか。そしたら友達が、お前、今日一人になったらいいだろう。一人してたらいいよ。言って、みんなが寝る方のたくさんの頃、この何段ベッドかある、そっちの部屋行っちゃったんですよ。それで、おじさん一人になっちゃった。明け方になってくると、やっぱりさすが北海道ですから、えらい寒い。冷えてくんですね。寒いと思って、目が開いた時に、やけにこの右腕が重い。なんだ、重いなぁと思って、あっと動かない。何か抱えてる自分が。何を抱えてんだろうと思った。そしたら、髪の毛があって、頭があって、その頭を自分が抱えてる形になってる。女の子。なんで俺女の子抱えてんだろうと思って、スーッと覗き込んだ。まっすぐ肌が見えたんで、ぐるっと股返しをして自分が変わってこんだ瞬間に、はぁーっと踊れた。死んだと言われた娘が、自分の手なんか寝てるの。この子死んだとちゃうのかと思った。ただ、あっちからこっちが起きてきた。何があった？どうした？って来た。ちょっと来てくれよーって。ちょっと来てよーって。あのって指さしたの。俺はみんな大騒ぎですよ。だって、昼間埋めた子なんだもの。どうしたって。いや、違うんです。今、目開いたら、あの腕になんか乗ってるんで、気がついたんだけど、彼女乗ってたんだっていうの。そんなバカなことねえだろう。今日埋めた子が、幽霊でも何でもない。その子の、そのものが、肉体そのものがの、隣に出てたの。どうしようって。結果的には寝れない。で、毎夜、どっちとも朝一番で帰そうやと。思いがあって、そうしたんだろうから、つって、みんなでお参りをして、朝一番で墓まで行って、で、彼もお線香投げて、お参りした。帰ってきたんだけど、どう思いつかない。そりゃそうですよね。生身のまんま、命はないけれども、その彼女の肉体がそのまま自分の横に寝てたんですから、こんな嫌なことないもん。じゃあ、もう一晩泊まらせてあげますかって言って。あ、そうだね。ほんと、じゃあ、もう一晩泊まってきなさいや。また、夜もみんなで火囲んで、ああ、こうだ喋ってる。昨日のことがあるもんだから、みんなあなたは気分が落ち込んでる。だから、そんなこと、ねえ、もう埋めてしまったんだし、忘れてしまえば時の流れでもって、そんなこと忘れられますからね。まあ、きっとあんたに会いたかったんだろうから、という話して、で、眠っちゃったの。だから、友達が、お前、落ち方ないんだったら、俺と一緒に寝るか、それとお前一人がいいかって言ったら、おじさんが、悪いけど、一人してくんないかって。かなり落ち込んでた。お前なんかあったら俺に言えようって言った。大丈夫だよ。明け方、また凄まじい彼の悲鳴がしたわけですよ。みんな飛んでた。みんなが見たものは、そのおじさんの腕の中で気持ちよさそうに眠ってる彼女だった。幽霊でも何でもない。埋めたはずの彼女がそのまんま来てる。白い、その、葬式のその衣装を着たまんまね、真っ白い顔をして、幸せそうに眠ってる。まるで生きてるようだった。みんな何とも言えない寂しい気持ちになった。それと何とも言えない恐怖を感じた。だって、毎晩毎晩彼女は会いに来てるんだ、彼のところへ。おじさんもだんだん怖くなっちゃった。で、これは警察に言おうと。で、警察に言ったんだ。そしたらそれは、かなり悪質な、要するに墓荒らしてもあるし悪質なことだから、それはもう、こちらでもってどうにかしようと。で、警察も来てくれたんだ。来たと言っても手の打ちようがないんだ。勝手に来るんだから。その友達の方が、写真をやってる人なもんだから、
大丈夫だよ。俺ちょっと材料いくつか持ってるから、あとちょっと町行って、それでどうにかなるから。って町へ行って、帰ってきて、いいかお前。今日人も泊まらせてもらえよ。俺なんかそんな気がするんだって。お前が嫌だったらやめてもいいけど、もしもよかったら、お前が寝てるそばに俺セッティングしとくからと。時間ごとに写真写すようにしといてやるよと。で、そうしろよって言ったんで、あ、いいよ。頼むよって。俺寝てみるよって。やっぱり蹴りがつかないと帰る気がしないから、頼むなって。で、周りの関係者の人も、それはいいと。やってくれと。言わなかった。で、その人はみんな寝なかった。寝ずに待ってた。それぞれの部屋で待ってみんな起きてた。部屋にはいるけど酒物はってみんな起きてた。時計が2時になって3時になる頃だと、さすがにみんな疲れちゃった。うつらしちゃった。火くぶってた虫もちり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 燃えるようになって、もうだんだんとみんな眠くなっちゃった。おじさんは布団の中に横になったんですね。やがて寒いんで目が開いてみた。嘘だろうと思った。横見てみると髪の毛がさーっと揺れてる。ああ、まただーと思った。彼女が寝てるんですよ。すいません、起きてくれませんか。みんなふっとった。あ、寝ちゃった。それでみんな言って、いや、実はみんな寝てたんだな、気がつかなかったな。って友達が、これ、すぐ街行って、現像してきますから。そうとなんか映ってるかもしれませんから。あ、そうだね。それで彼は街へ行った。おじさんは残ってた。夕方頃現像しやがって写真持ってきたんですよ。映ってますよ。彼言った。その牧場の主がこう見るわけですね、写真を。何枚か見て半分ぐらい人に渡してる。そっちもこう見た。そしたら、その牧場主が、おぉ、きっときに何も言わなかった。で、横へ手渡した。と、横の人間見て、声は出さないけれども、すごい驚きの表情をしたんで、え？そして、そのうちに、あんた見るか？っていう写真を起こした。それは2台のカメラで撮ってるんですけど、1台の方のカメラが撮ったちょうどアングルが、その、襖というのかな？北見に行くとこの厚い襖のごついやつ。それを撮ってるんですよ。入り口のところをね。そこしかないですから。で、前方のおじさん寝てるらしいんだけど、おじさん、寝相悪いのかなんかしたけど、初め映ってるのが途中でこう、動いてなんかしたのが映ってる。時間ごと撮ったんでしょうね。一枚目見てもそう、二枚目見ても。ところが、三枚目の写真だったら、襖が少し開いてる。で、もう一回撮った写真見てみて、やっぱり襖が少し開いたまんま、さっきと同じ写真だった。何枚目かの写真だったらば、これがもっと開いてるの、襖が。開いてるなぁと思った。次の写真見たら、襖の下のところに何かニョキッと出てる。どうも人のこれ足らしい。出てる。ニョキッと。足だけが。次の写真見ると、一番下に足らしいのが出てて、その上に腕らしいのが出てて、そこに黒いものがふわーっと映ってる。髪の毛らしい。おそろそろ次の写真見た瞬間におじさんが、って言った気に言いなくなっちゃった。足が出て、女の子を抱えた右腕が出てて、襖の上の方から男が一人顔を出してる。その男、自分だったんです。自分が掘りに行ってたんですよ。でも、着いたその日、そのおじさんは、彼女の墓知らなかったんですよ。おじさんが自分で掘ってたんですよね。埋めに行ってお参りして帰ったそうですよ。そのね、医者さん言ってました。稲川さん、これ本当の話なんだよ。おじさんが今でも言う話だけどね。でも俺あんまり怖くないんだけど、なんかこの話好きなんだって言うんです。私もなぜかその花嫁というのかな。その白い北海道のその中でじっと彼を待ってたその女心かな。を感じて、ふっと胸が痛くなったりしますね。